はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、じゃーん、アイススムージー、まあ、チューハイっていうカテゴライズにしておきますかね。氷結のアイススムージーですね。これ以前買ったっけ？期間限定のライチ味です。シャリシャリ食感、スムージータイプの冷たい氷結、アルコール度数 5% で、果汁が 1.7%。ああ、今日は、暑い！今ね、12時なんですけどね、家の中、部屋の中が31度あります。暑いですね。のでね、これでもね、食べて。ああ、冷たい。原材料がライチ果汁とアルコールと糖類と酸味料とグリセリンと香料と安定剤と甘味料ですね。容量が 150cc となっております。冷て。冷た。冷たい。もんでた。一応、甘味料が使われてるんで、まあ、普通の氷結とはちょっと違う。普通の氷結は甘味料使われてないですか。冷て。でも暑い。顔がさ、暑マジで今日。冗談じゃないほど暑い。あっち。ちょっと柔こくしないと。冷て。よしと。そろそろいいかな。いただきまーす。うわ、甘っ。うわ、えぐい。うわ、甘っ。これなんだこのえぐさ。えぐいっていうか、めちゃくちゃ甘い。なんか、あ、これあれだ。これ溶けてる、あの、なんていうの、溶けたやつだからすんげえ濃くなってる。あの、なんていうかな、ポカリスエットとか凍らせてやると、なんかすんげえ濃くなる現象が起きるじゃないですか。あれと同じだ。ちょっともうちょっと混ぜないと。これちょっと。あれやつ。もろくそ。もろくそ濃くなってる。すべてー。冷たい。やっとシャーベット状のやつが出てきた。美味しい。
あ、普通に甘味料含まれてるけど、美味しいですね、これ。うん。あ、うまい。うん。あ、うまいわ。あ、ベストバランス。ちょっと甘いですけど、まあ、まあこんなもんでしょう。うん。美味しい美味しい。暑い日には、あの、熱帯夜的なね、日には、これいいです。あー、冷たくて、いいっすね。こういうのを額に当てて、あー、生き返る。まあ普通の氷月魚は甘さがはるかに甘いというか、うん、そんな感じですね。かなり甘めとなってますね、これは。香り、まあこれは割と美味しいんではないでしょうかね。はい、2544です。ご視聴ありがとうございました。